結構ね、非暴力ってどこまでを非暴力っていうのっていうのを、でこっちもずっとそういう風に木を組んでやって、あと農業用のネットをずっと張ってたんですけど、今も張って、でそのネットをの上からこう投げたりとかですね、こう人が通って、でその一回入っちゃったら中の人が、あのお弁当とか持って入らなかったら出れないじゃないですか。だからお弁当とかも私たちが渡してあげたりとかしたら、ありがとうって言って、俺ゴーヤチャンプル買ってきたやつ、あれ俺のとか。しかも高さもこの枝ぐらいまであるんですよ。でこれもこっち側も張ったし、あっち側も相当ずーっと張って、でさっきの N4 のところもひたすらも周り囲って張って、もうちょっとこの N4 よりもちょっと手前の水道管とかがあるところがあって、そこからも入るから、そこももうひたすらネット張ったね。ネットネットだよこれ。ずっと防衛局が撮ってるから、うん、やめてください、やめてください、撮らないでくださいってやると、あのなんかやめしいことがあるんですかとか言うんだよね。だから誰かは悪いことしてると思ってるでしょ。撮ってください撮ってください。いやそうすると来ないんだよ。そうそう、砂川さんとかがさ、うん、私は話したいことがあるから来なさいとか言うと、そう来ないんだよね。それで倒れちゃいました、あの木も。なんですけど、このガードレールまではこの申請してある中で車を止めていいっていう風に言ってたんですけど、でも結構その後とかもその先もダンプとか横抜けして、そこからダンプから土のうを下ろして、ここに運んで、あそこら辺から投げ入れて、ずーっと最初はネットとか大玉か、最初は手つけなかったんですけど、なんか一人がこう切り始めたらもうだんだん壊されて、上の方の北部訓練所が見渡せる場所を行ったことないんですよ、自分たちも。僕も行ったことない。あ、そうなんですか。いや、国神の表紙出てるやろ、県境の、村境の。あの辺りがこっち見たら、行ったけど。かっこいいですかね。いやいや、300メートル。あ、本当に、うん、じゃあちょっと見て、見物してきます。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。ありがとうございました。ありがとうございました。野村さんです。